ネルガルネルガルは、メソポタミア神話における戦争やし、薬病、冥界の神。別名、ニルガル、エラ、メスラムタヤ。旧約聖書、列王記では、バビロンの北西15マイルのクタークーサという都市で、主要な地位にあり、都市神であったと研究されている。配偶神はエレシュキガル。メソポタミア神話における、ネルガルは、戦争やし、薬病、 明快を司る神として描かれる一方で、ある面では太陽神の側面を持つ。そのため、しばしばしゃましと同一視される。正午や下地の太陽が人類にもたらす災下を表していると考えられる。メソポタミアの人々にとって夏の森は死をもたらす季節だったからだ。父に大気や嵐、秩序の神エンリル、母に穀物の女神に、 ニンリルを持つ。エンリルがニンリルを強姦したとき、リルは月の神となる神を見ごもった。エンリルは最高神であったにもかかわらず、若い諸女を犯してはいけないという起きを破り、冥界へ追放された。しかし、ニンリルは私の子宮には月の神が宿っている。このままではこの子が冥界に連れて行かれてしまうと冥界までエンリルを追いかけた。 その後、エンディルは、ニンディルを二度騙して、三神を受胎させた。そのうちの一柱が、ネルガルである。ネルガルは、配偶神には、冥界の女王、エレシュキガルをいただいた。当初こそ、彼女との間にトラブルを起こすも、大恋愛の末に、彼女を妻とし、冥界の王になった。神々が、縁の準備をしていたある時、エレシュキガルは、最初、ナムタルを天界に使わした。 ナムタルを迎えた神々の中で、ネルガルだけが彼に敬意を示さなかった。エレシュキガルはこれに激怒し、ネルガルを冥界に連れてくるよう命じ、殺そうとする。が、二人は恋に落ちてしまう。エレシュキガルの目欲する姿を見た、ネルガルがその魅力に屈したとも、エレシュキガルがネルガルに心を奪われたとも、ネルガルがエレシュキガルを暴力で屈服させたとも、言われている。 ネルガルが冥界へ訪れた7日目の朝、彼は地上に帰ってしまう。嘆き悲しんだエレシキガルは、ネルガルを返してくれなければ、死者たちを地上へ上がらせて、勝者を食わせ、死者を少女より多くすると神々を脅迫し、ネルガルを冥界に止めさせた。ありがとうございます。